おかしなもんですな。もっと早くこの決断ができていればこんなことにはならなかったのに。告発文です。明日の新聞の一面にこの手記が掲載される予定になってます。もう終わりにしましょう。それが私たちにとって一番の。あれが実に面白い男でな。ふざけんなよ。俺は兄貴見つけるまで死ぬわけにはいかねえんだよ。あかん、ほんまに死ぬで、あいつ。死んじゃいねえぞ、この野郎。くんなら殺す気で来い、おら。
這い上がってこいや、相沢。俺に勝って森永の居場所を突き止めろや。森永に会うて、それでも気持ち収まらんかったら、そん時は思い切りぶん殴ったればええ。西島さん。嘆くんもええ、悲しむんもええ。そやけどな、兄弟が間違うた道進んだ時、それを引き戻したるのも兄弟の務め。さあ来いや、相沢。兄弟への気持ち、本物のようやな。当たり前です。せやったら最後まで信じたれや、森永のこと。大事なんは兄弟に捨てられたかどうかやない。要は自分がそいつを好きでいられるか、それだけ。最近の闘技場の戦いはつまらない対決ばかりだったからな。今日は数年ぶりに血が騒ぐような戦いを見せてもらったぜ。花屋、いいものを見せてもらった礼に、今日は特別にお前ら二人ともに森永の居場所を教えてやる。本当ですか？ああ。だが現実とは非常なものだ。お前にその現実を受け入れられるだけの勇気があればの話だがな。どういうことや？どうだ、お前は知りたいのか、相沢。はい。どんな現実が待っていようと、俺は兄貴の今を知りたいです。そうじゃないと俺、いつまで経っても一人で道を歩いていけない気がするから。分かった、話そう。森永の今の居場所、それは警視庁神室署地下2階の霊安室だ。